観音寺は、京都府京田辺市にある新言州地山派の寺院。三号は、沖永山。本尊は十一面観音。別名は、普賢寺、大未堂、大未堂、観音寺など。伝承によれば、白宝年間、天武天皇の直眼により、宝生宗の僧、義縁により創建された、関心三親山寺が、始まりと伝えられる。その後、天平16年、 聖武天皇の命で、東大寺初代別党の両弁が中高し、沖永山普賢教法寺と寺名を改めている。その後、奈良東大寺の寺中が入寺し、宝紀九年には五十塔を建てたという。法昇宗、三論宗、下言宗の三宗を兼ね、七道画欄は、総霊を極めて、筒木の大寺と呼ばれる、大寺院となった。古代、中世には、普賢寺と呼ばれている。 延暦13年の火災以後、たびたび火災に遭い藤原氏の援助によりその都度、復興されたが、藤原氏の衰退とともに、自運も衰えた。影響9年には、大御堂をはじめ書道13、僧帽20余りを数えた建物のほとんどが、消失した。その後、復興されたが、永六八年の消失後は、大御堂和弘を残すのみとなった。 大御堂裏の丘陵上には、当の書籍が残り、7世紀から8世紀の古河原が出土することから、ここが古代普遍寺の遺構と推定されている。書籍、ありがとうございます。